703×テレビアニメ化記念スペシャル、君もクイズ王にならないか。2017年7月から日本テレビ他で始まるテレビアニメ703×の放送を楽しみに待っている皆さん、ごきげんよう。クイズ王の古川洋平です。703×というアニメの舞台は高校のクイズ研究会。知識だけでなく様々なテクニックを磨いて仲間と共に勝利を目指す競技クイズの世界で、クイズに青春をかける日々を描いている作品です。それでは今日、競技クイズの奥深さ、そして楽しさを学んでいただくキャストの皆さんをご紹介いたします。まずは主人公、越山式が通う武蔵高校クイズ研究会チーム。よろしくお願いします。はい、越山式役を演じます堀江俊です。よろしくお願いします。四季君が通います武蔵高校クイズ研究会、会長の笹島学徒役、佐藤拓也です。よろしくお願いします。頑張ります。続きまして、宮浦高校クイズ研究部チーム。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、三國屋千里役を演じます石川海人です。よろしくお願いします。続いて、部長の芦屋陽介演じます畑野渡です。よろしくお願いします。続きまして、クイズに出会い挑んでいくヤングチャレンジチームです。武蔵高校に同じく通っている越山がいる杭剣部の井上大輔なんですけど、頑張って、なんでここそんな、なんで離れ離れになってしまったヤングだから、ヤングだからすごい雑なまとまり方ですけどそして、そうね関ヶ畑中学3年生園原明役、長塚拓磨です。よろしくお願いします。そして最後に、ライバル校の部長がタッグを組みました、ベテラン部長チームです。関ヶ畑高校の杭剣部長をやらせていただいております、新名拓海役の鈴木です。よろしくお願いします。海城学園高校、大倉国道を演じさせていただきます前野智明です。よろしくお願いします。今回はですね、703×という作品で描かれている競技クイズの世界を、出演されるキャストの皆さんにも実際に体験していただこうという番組でございます。そしてですね、今回この収録に先立ちまして、皆さんにはですね、私が講義という形でクイズのポイントなどをお伝えさせていただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。面白かったですよ。かなりですね、皆さん飲み込みが良くて、だいぶ覚えて力はついた状態でこの後クイズという感じになると思うんですけど、飲み込んだだけだったんだけど、力で実際競技クイズっていうのはやられたこととかはあるんですか。いや、ないです。じゃあ本当にもう生粋の、今日からもしかしたらここからクイズ王が生まれるかもしれないという、野生のクイズ王がね、眠ってたかもしれないと。講義の後どれだけ皆さんができるようになったかというのも非常に楽しみなんですが、そもそもどうなんですかね、クイズお好きな方というか、まあ、日本テレビといえば高校生クイズとか有名ですけど、高校生クイズ出た方とか出てみたかったなというか、いう方いらっしゃいますか。出てみたかったのはありましたね。出てみたかった、西武球場の丸バスクイズとかすごいやりたかったんですよね。大規模なんですよね。すごいやりたくて、はい、憧れてたんですけど、なかなかチャンスがなくて、今回こういった形でね、ちょっとある種夢が叶ったかなと思って。703×はまさにね、高校生クイズなどを代表する学生のクイズを舞台にした作品なので、そういう方もね、今日多く見てらっしゃるんじゃないかと思うので、楽しみにしていただきたいなと思うんですが、ちなみに703×っていうタイトル、かなり変わったタイトルなんですけど、こちらの意味っていうのは皆さんご存知でいらっしゃいますか。どうですか、堀さん、703×の意味は。タイトルにもあってますからね、7問勝ち抜けで、7問先に答えて勝ち抜けで、3問間違えると失格。はい、っていう意味です。あ、そうです。そんな恐る恐る言わなくてもないから、めちゃくちゃ緊張しちゃうよね。クイズとして出てるわけじゃない、大丈夫です、はい、その通りですね。正解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 
クイズ王のね、王道ルールとも言われているあのクイズの実力が一番出やすいねルールなんていうふうにも言われてたりするんですが、まあ、今日もですね、もしかしたら皆さんにもそれも体験していただくことになるかもしれないということで、ぜひですね、頑張っていただきたいと思います。はい、さあそれでは、開催に先立ちまして703罰でも出てくるセリフを先生の代わりとして皆さんに言っていただきたいなと思います。皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。ニューヨークへ行きたいか、おー罰ゲームは怖くないか、おー、え、ちょ、聞いてないっすよ罰ゲーム聞いてないっすよ。ノリでやりましたドロンコに飛び込む罰ゲーム、ええ、そうですね、これ基本の決まり文句なんで言ってるんですけど、声優さんのね番組とかだと基本的になんか罰ゲーム多いですよね。何かあると基本的にクイズに罰ゲームつくものみたいな。そうなんです、競技クイズっていうのはね基本的にご安心いただいて大丈夫ですね。罰ゲームはありません。ないですね基本的には。ただその代わりといったらなんですけども、優勝の方にですね喜びがあるタイプのクイズでございまして、今回もですね優勝チームには素敵な商品をご用意しております。ニューヨークだ、ニューヨークに行きたいから始まってますからね。ニューヨークだということで、罰ゲームを恐れない心を持って、ニューヨークに行きたい心を持って、皆さんの初めての競技クイズスタートしていきましょう。それでは早速始めていきましょう。4チーム対抗早押しクイズ。さあということで早押しクイズなんですが、第1ラウンドはですね最初に3ポイントに到達したチームが勝ち抜けて決勝に進出するというルールになっております。今回勝ち抜くためのコツなんですが、やはりチームワークですね。相手のことを信頼してぜひですね勇気を持ってボタンを押してほしいと思います。信じてます。頑張ろう。さあではチームワークを発揮して勝ち抜ける決勝進出第1組はどこになるのか始めましょう。何と何クイズ第1問、こちらの問題です。どうぞ。問題、O 〇〇どうしてあなたは〇〇なのと。さあ着きました。武蔵高校、ロミオとジュリエット。お見事、その通り、正解です。はい、ということで武蔵高校1丸となりました。あと2丸で勝ち抜けです。さあ他のチームも頑張りましょう。第2問目、この問題です。どうぞ。問題、鎧の玉と書いて外球という別名もある、よくアメフトと略されているスポーツは何と何でしょう。3、2、1。ライブもできない。さあ押しました。宮浦高校、アメリカンフットボールと。とと、ユースポーツ。そういうのじゃない。そういうのじゃないですよ。残念。いやでもね、今、あでも畑野さん考え方としては惜しかったですね。これちょっとトリック問題でしてですね、アメリカンフットボールと答えていただきたかったんですが、皆さんこれルール、どういうルールだったか覚えていらっしゃいますか。何と何クイズですよね。何と何クイズ。アメリカンフットボールを答えるためには、はい、つきました。ヤングチーム、アメリカンフットボール。残念。そういうことじゃねえよ。そういうことじゃねえよ。皆さんこれ、はい、何と何クイズですよ。何と何クイズ。ラグビーと略されている。さあ、あと3秒としましょう。3、2、1。うん、残念。ここで時間切れとします。答えはもちろんアメリカンフットボールでございます。はい、これをですね、何と何クイズでちゃんと答えていただければ正解となりました。え、どういうことですか。前半の方を押してアメリカンフット、あ後ろの方がボール。だから全部言っちゃったこれが何と何クイズの盲点でございます。これ難しいね。確かに引っ掛けでしたね。アメリカンフットボールでございます。正解は2問目にしてそんな問題出ます。このパターンよく出ますから、皆さん心を集中して。よく出ます、よく出ます。ぜひこれを学習した上で参りましょう。3問目です。この問題どうぞ。問題、ガラケーといえばガラパゴス携帯の略ですが、スマホ。さあ着きました。ヤング、スマートフォン携帯。いいでしょう、正解です。おお、スマホといえば何という言葉でしょう。スマートフォン、正解ですが、スマートフォン携帯でも結構でございます。ということでお見事、長塚さんが押して、もうこれは答え分かって、スマートで止めようという、はい、皆さん分かってきました。このような形で突っ込むしかないんだよ。悔しいなこれ。
進んでいきますが、さあヤングチャレンジチームが、トップに並びます。次の問題です、どうぞ。問題、もしもし亀よ亀さんよと歌う有名な童謡のタイトルは何と何でしょう。3、2、さあ押しました。武蔵高校、うさぎと亀。お見事、その通り。あれ、うさぎと亀だ。うさぎ出てこなかったよ。そうなんだ。出てこない。もしもし亀よ亀さんよと歌う有名な童謡のタイトルは、これ亀さんよと呼びかけてるのがうさぎですので、うさぎと亀の競争をね、歌った歌でございましたが。ウサギとカメなんだ。世界のうちでお前ほどって歌詞が浮かんで、はい、これ言ってんの誰だ、ウサギだと思ったんですよね。素晴らしい、すごい。さあ今回も佐藤さんがひらめき、ウサギと正解、その後堀江さんがカメを正解して、先輩が後輩を率いていくという形になっております。さあ武蔵高校これでリーチです。次正解すればすぐ決勝進出が手に入るという状況になっております。それでは参りましょう。次の問題です、どうぞ。問題、商品の単価を表したりメールアドレスの中で使われたりするマークといえば。さあ着きました、ベテラン部長。アットマーク。お見事、その通り。はい、もうすっかり皆さんこのルールにも慣れまして、鈴木さんのボタンで前野さんが後ろ正解ということでした。お見事ですね。押すのめっちゃ不安になる。押す勇気ね、押す勇気な、マジな、これな、これドキドキするね。でも今見事の正解でした、はい、さあ横一線になりつつあります。武蔵高校リーチ変わらず、次の問題です、どうぞ。問題、現在天気予報などで気圧を表す単位として使用。さあ着いたのは宮浦高校。ヘクトパスカル。お見事、これも素晴らしい。押した押した押したんだよ。え、何言うと。石川さん、ボタン押された時には答えは、いや、正直何にも分かんなかったこの人何やってんだって思った。でも、畑野さんのヘクトのパスを聞いて、パスカルだ、パスカルだと。ナイスパスカル。いや、素晴らしいコンビネーションで、やばい、均衡してきましたね。もう分かった。さあ、これで全チームに正解が灯った形となります。次の問題いきましょう、どうぞ。問題、2つのものがある旅人の上着を脱がせる勝負を。つきました、ヤングチャレンジ。北風と太郎。ごめん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 。さあ2番目つきました、武蔵高校。北風と太陽。お見事、その通り。ゆっくり処理しましょう。まず勝ち抜けは、北風と太陽を見事成功した武蔵高校が勝ち抜け決勝進出、おめでとうございます。そしてこれね、もう触れなきゃいけないんですけど、ヤングチーム、畑中さん、北風と太郎っていうのは一体誰。いやもうね、他で正解したと思ったよ。そうそう、いや、俺も思った思った。いや、これは確実だろうって思いましたよ、うん、なんかこあれですか、小僧か、あれは北風カンタロウ？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 カンタロウか？あいつカンタロウか？カンタロウ？あいつタロウじゃねえか？カンタロウか？でも外れてんだぜ。外れてんのか？全部間違ってる。結果全部間違ってる。北風と太郎は。カンタロウじゃねえか。マジか。エピソードということで、こぼれてきた球を見事最後は押し込んで武蔵高校の早押しが光りました。ということで決勝進出第1弾は武蔵高校です。おめでとうございます。どうでしょうか、皆さん実際早押しをボタンを押してみられていかがでしょうか。ポリエルなら綺麗にまとめてくれると思って、信頼感が、いや、ありがとうございます、はい、いや、でも爽快感がありましたね、やっぱ答えられた時の。そうだね、いや本当に信頼感の見える見事な勝ち抜けでした。武蔵高校おめでとうございます。それではこの後は第2ラウンドです。それでは残り3チームで争う第2ラウンドを始めていきましょう。さあ先ほど勝ち抜けた武蔵高校チームなんですが、観覧席の方で高みの見物といった状況になっております。黙って、余裕だ、余裕だ、余裕だ。さあ武蔵高校が待つ決勝の舞台へ進むことができるのは一体どのチームになるでしょうか。3チーム対抗の早押しクイズ、5ポイントに到達したチームが決勝進出となります。さあここのコツなんですが、やはりですね、全部ボードで勝ち抜けるというのはなかなか厳しいと思います。1回はどこかで押して正解を出そうという意気込みを持っているチームが勝ちやすいと思うので、ぜひボタンを押す勇気を持ってください。はい、それでは参りましょう、早押しボードクイズ1問目、この問題からです、どうぞ。問題、
その熱狂的なファンはシャーロキアンと呼ばれるコナンドイルが生み出した名探偵。さあ着きました、宮浦高校チームです。では皆さんボードに回答を書いてください。その熱狂的なファンはシャーロキアンと呼ばれるコナンドイルが、10秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1。そこまでです。それでは押した宮浦高校チーム以外の2チーム、まずボードをオープンしてください。はい、シャーロックホームズ、シャーロックホームズと答えが一致しております。それでは宮浦高校、発声とともにお願いします。はい、シャーロックホームズ。やった、正解です。お見事、片野さん、ありがとうございます。さあ宮浦高校リードでいきましょう。2問目です、はい、こちらの問題どうぞ。問題、東京23区のうち川という漢字が使われる3つとは、荒川区、江戸川区と何です。さあまたついた宮浦高校。東京23区のうち川という漢字が使われる3つとは、荒川区、江戸川区と、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ホールドアップ上げてください。まずは他の2チームから、ヤングチーム、ベテランチームどうぞ。品川区、そしてはい、こちらで見ます。江戸川区、2回目の江戸川区ですね。それありだろ、ダブル江戸川区、2個あったよ。念を押したんです、念を押したんです。もう1回教えてくれ、江戸川区と、江戸川区と、そしてみたいなパターンあるかもしれないから。2回目でしょ、そのまま2区みたいな。それでは押した宮浦高校、答えをどうぞ。はい、せーの、品川区。おめでとうございます。その通り。ごめんごめん、違う、すめ隅田川って言うからさ、隅田川一気に隅田川って言ったの。隅田川、隅田川なかったでしたっけ。やばいな、やばいな、リーチだよね。もう出てきたばっかりだから、早いな、あいつはリーチ。はい、ということで、なんと宮浦高校は2連続ボタンを押してさらに正解ということで、4ポイントリーチまで持ってまいりました。さあこのまま勝ち抜けることできるんでしょうか。それでは参りましょう、決まるかもしれません。第3問目です、どうぞ。問題、女性のブラジャーのサイズでトップ90、アンダー75の人のカップサイズは何カップでしょう。さあ押さなくてもいい、宮浦高校が押しました。ボード正解でも勝ち抜ける宮浦が、なんとですね、ここで意地の早押しです。女性のブラジャーのサイズ、トップ90、アンダー75の人のサイズはという問題です。さあ宮浦高校、威信にかけてという感じの押しが言えました。さあそれではそろそろカウントアップ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。終了です。さあ宮浦高校、ここはまず先に聞きましょうか、ボタン押さなくてもいい状況でしたよね。ボード正解で5ポイントになる、はい、でもこれなぜ押されました。この問題だけは俺が取らなきゃいけないと思いました。この問題だけは押して正解しなきゃいけないと、男の戦いか。さあ宮浦高校が不正解ならば、他のチームチャンスが巡ってくる形になりますからね、頑張っていただきたいと思います。ではヤングチーム、ベテランチーム、答えを一斉にどうぞ。すげえ勘だぞ俺ら。F カップと D カップ、だいぶ差がありますね。さあそれでは見てみましょう、威信をかけた宮浦高校、答えをどうぞ。 F な、なに、まさか、まさか、待って、10でしょ。10から A だから、10から A なんですか。10から A だから A、 あれ A、B、C、D、E、 E、 正解は C カップです。惜しい、惜しい、惜しい。いや俺の感覚結構すごいな。ずっとこうやってたもん、俺の感覚すごいぞ。わずかにね、ヤングチーム
ちょっと張りが良かった日だったんですかね、それはね。ほぼ合ってたんですけども。はい。そうですね、10から A カップっていうのがあってて、2.5 ずつ増えていくので。2.5? はい。12.5 センチ差だったら B カップ、15センチ差だったら C カップということで、今回の成果は C カップと。なるほど。ということになりました。かっこいいな、ここで攻める。すごい。さあ、ということで、逆に宮浦高校リーチから1点2ポイントに下がってしまいました。これで、ベテランチームにもチャンスあり、ヤングチームは一発逆転を狙いたいところ。次の問題です。どうぞ。問題。バスケットボールのポジションで C と表記すればセンターですが、野球で C と表記すればセンターではなくどこのポジション？さあ押しました、ベテラン部長チーム。バスケットボールのポジションで C と表記すればセンターですが、野球で C と表記すればセンターではなく、ここら辺まで呼ばれましたね。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。ホールドアップ。では他の2チーム、ヤングチームとミヤルチーム挙げてください。はい、こちらです。キャッチャー、そして同じくキャッチャーというお答えになりました。それではベテランチーム発声と同時にお願いします。せーの、キャッチャ ー, イエー正解です。おやばいよ、言えてないよ、さすが。やばいね、やばいね。こちら全チーム正解でしたが、ベテランチームここは押す勇気で、押す勇気ですね。はい、まあ、伊達に巨人ファンやってませんから。野球の問題出したら絶対前の伊達に巨人ファンやってません。野球がお得意、自分の得意ジャンル外さないというのはクイズの鉄則ですからね。そうですね、素晴らしいな。はい、さあここで得意ジャンルが飛んできて、ベテランチーム前野さんの活躍でリーチという形になっています。さあそれでは参りましょう。ちなみになんですが、もし同着で5点のチームが2チームいた場合は決勝サドンデスということになります。はい、それでは参りましょう。次の問題です。どうぞ。問題。学生時代にはこれを模した落書きが書かれることも多い、一つの傘に男女が一緒。ついたのは宮浦。学生時代にはこれを模した落書きが書かれることも多い、一つの傘にまで聞こえましたね。10秒前。9、8、7、6、5、4、3、2、1。終了です。それではヤングチーム、ベテランチーム、答えお願いします。はい。両チームとも相合傘。そして宮浦チーム、答えは？せーの、相合傘。その通り、正解です。お見事、全チームが、気づきましたが、早押しでわずかに早かった宮浦チームが正解ということになりました。早かったね。さあということで、この2チームがですね、宮浦チーム、そしてベテラン部長チームが5ポイント到達で勝ち抜けなんですが、うん、はい、決勝に行く枠があと1つしかありませんので、はい、決勝をかけた2チームのサドンデスを行いたいと思います。サドンデスのルールなんですが、はい、1問正解で決勝進出、はい、一問不正解で即失格です。めっちゃ怖い。やだよ、そんなの。そういうことです。めっちゃ怖いな。いわゆる101罰で対決していただくことになります。かっこいい。さあ両チーム準備はよろしいでしょうか？はい、はい、よくないですね。お前覚悟決めろよ。いいです、いいです、大丈夫ですね。大丈夫です。さあそれでは参りましょう。決勝に進むのはどちらか、次の問題です。どうぞ。問題。出会いは一生に一度という意味の茶道の基本精神のことを、漢数字の1という字を2回使った四字熟。さあ続いたのはベテラン部長チーム、発声でお答えください。せーの、一期一会。イエーイ。おめでとうございます。ということで逆転ですね。逆転勝利でベテラン部長チームが勝利でした。いかがでしたでしょうか？いや、あのカップ問題に助けられましたね。さあということで、ベテラン部長チーム待ち受けているのは武蔵高校チームですが、はい、決勝ではどのような戦いを？いや、彼らがねすごいチームワークがいいんで、いいですね。もうこっちは個々の能力でそうですね、なんとか得意分野を狙って、得意分野を狙ってということで、この後はいよいよ武蔵高校チームとベテラン部長チームによる決勝戦です。